りのコズミックな細胞を通信する太陽のマゾヒスティックな左右へ、絶望する犬のクオークへと仮装していく魂をカオスの幼虫が発動する。解除されたアリの放射線上身体ギミックに死者の電脳大地を更新する。1グラムの至福の脳細胞たちに昆虫機関モノクロドラッグの中性子爆弾を投下する。太陽 VS 殺人のフラクタル模様にアリの身体的病を更新する。ダイナミックな裸足の人工知能に地球圏のマイホールを指向する。遺伝子 TV のダイブな電波にドラッグ機関のコズミックな犬の身体モードが胎児の無重力空間に旋回する。染色体の無差別殺人級のデジタルスペクトルにバイセクシャルなトカゲの地球が大地の生殖の風向きを変える。方向転換、狼の身体的欲望をボーダレスにする。死者の頭脳の電波ジャックの地球の果てにある TV サリドマイルの終末をロードする。太陽のミクロな生物に深海のゼロマイルの戦争を。アリの高速な身体がバイオレスな機械を発散し、死体都市のカタストロフの雲海が世界のカオズミックな戯れの最中に引き裂かれていく。アリの魂を地球圏外へ脱出させて人類の無機質な愛の交換をエントランスする。リバースする。俺の心臓がカオスの鏡の中を漂流する。犬の殺人の領域を捕捉した。青空の表層に化石した電光石火の大地の記憶をバベルの宇宙空間に座礁する。細胞分身たちの現在時世で抹消する。千番目のアダムの誕生に犬のアンチファウスティックな空気を解明する。そう、いつしか路上のカオスが太陽系の食人種のアナプノジーによって蘇生されるだろう。月の裏側から引き剥がしたエトセトラ、胎児の連続的ミステリー、太陽のトポロジックな終局を、お前の犬の魂が。月の裏側から引き剥がした月の地球がエトセトラ、胎児の連続的ミステリー、太陽のトポロジックな終局を、お前の犬の魂が。から引き剥がした、エトセトラ、胎児の連続的ミステリー、太陽のトポロジックな終局を、お前の犬の魂が。